はい、ということで海が聞こえるのトークイベントに行ってきました。なんとなんとですね、今年の春に続いて2回目のトークイベントですね。4月にね、渋谷の文化村で海が聞こえるの上映とね、トークイベントをやって、その後にね、北海道でもやってたんですよね。それで今回もう一回ね、渋谷で行われたので、また行ってきました。もうなんというかね、31年目にして海が聞こえるづいてますね。もうずっとね、30周年記念で何かやってくれないかなと思ってたんですけど、30周年は何にもなかったけど、31周年はすごいですね。海が聞こえるのね、ビジュアルブックも発売されるし、まさかこんなにね、盛り上がるとは思わなかったです。もう何しろね、望月監督のご本人がね、こんなことになると思ってなかったですからね、驚いてました。30年間ほっとかれたのに、なんでこうなってるんだろうっていう風に言ってましたね。まあそれもこれもね、今年の春に渋谷でね、劇場上映してくれたのがきっかけですね。そこからですね、本当にね、感謝です。それでまあ今回も貴重なお話がたくさん聞けました。もうね、ご本人じゃないと知らないような話がたくさんあるので、本当こういったね、トークイベントをやってくれてよかったなと思います。まあいろいろとね、その当時のお話というのをしてくれました。スタジオジブリではね、当時ね、2階がね、作画だったらしいんですよ。それで3階が美術班だったらしいんですね。それで近藤克也さんと望月監督が2階にいて、3階に田中直也さんがいたっていう話で、毎日ね、夜の11時になると田中直也さんがね、3階から降りてくるらしいんですね。それで帰りますぞって声をかけて、田中さんと望月監督と近藤克也さんの3人でいつもね、一緒に帰ってたっていうね、そういった当時のね、なんか風景が浮かぶようなお話とかがね、良かったですね。もうこういった話ってもう本とかにも載ってないじゃないですか。もう本人の口からね、聞いておかないとね、失われてしまうものなので、この先もね、こういった話をね、もうどんどんしていってほしいなと思います。毎日ね、田中さんが降りてきて帰りを知らせるっていうね、ルーティンだったらしいんですよね。当時のスタジオジブリは11時までしかね、働いちゃいけないっていう、まあ規則があったらしくて、徹夜はしてはいけないっていうね。それでまあ11時になるとね、まあ近藤克也さんがね、あ、そろそろ増蔵さんが来る、帰らなきゃって言って帰り支度をするらしいんですね。それで田中直也さんが来て、帰りますぞって言って帰るっていうね、その当時のね、なんか制作してる人たちの雰囲気が伝わってきますよね。どういう空気感でやってたのかなっていうのがなんかわかるような感じがして。それからね、この海が聞こえるは72分なんですけど、このね、72分っていうのは最初から決まってたらしいですね。宮崎作品なんかだとね、時間が決まってないで、まあ、絵コンテを描きながら、まあ結果的に何分って決まる感じじゃないですか。ですけど、まあこの作品はもう72分って決まってて、その枠内で望月監督が作ったらしいです。まあこれはテレビ作品だったからっていうのが大きいんでしょうね。テレビスペシャルで放送するために作られたっていうところで、もう最初から枠が決まってたんでしょうね。で、今回初めて知ったのはね、この作品ってまあ5月5日に放送されたんですけど、最初はね、3月にね、放送する予定だったらしいんですよ。それで調整してたらしいんですね。ですけど、まあ制作がとてもじゃないけど間に合わないっていうことで、ずらしてもらって、まあ2ヶ月ずらして、まあ5月5日のね、ゴールデンウィークになったらしいですね。もともと制作期間短いのに、ね、3月に上映するなんて、かなり過酷なね、スケジュール組んでたんだなと思って。しかもね、望月監督その時にグリーンウッドっていうね、作品と掛け持ちでやってたらしいんですね。それで両方やるっていうね、その短いスケジュールで。グリーンウッドっていうのは OVA なんですけど、OVA のシリーズもので、海が聞こえるより前にね、始めてた作品なんですけど、鈴木さんはね、ひどいからね、グリーンウッドをね、後回しにしてもらえとかね、言ってたらしいです。さすが鈴木さんだなと思って。鈴木さんってまあその当時から変わってないですね。まあもしかしたらね、若かった分ね、もっとイケイケだったのかなっていうふうにはね、思いますけど。で、今回ね、この本をね、編集された森祐樹さんっていう方がまあ司会だったんですけど、その森さんが言ってたね、この海が聞こえるを表現するときに、まあ、最近のね、Z 世代が言っているエモいっていう言葉で表現するのはどうなんだっていうね、そのね、問題提起みたいなのがちょっと印象深かったですね。エモいっていう言葉はまあ結構最近よく使われてるのかな、この作品に関して。で、まあエモいって言われるけど、まあそのエモいの一言でね、まあ表現するのはどうなのかっていう話で、まあこの作品に関わらずエモいって言葉が使われてるって意味なのかもしれないですけど、まあね、エモいの一言で片付けるとね、抜け落ちるものは多いのかなとは思うんですけどね。ただこういったね、言葉ってね、いろんな世代でありますよね。僕もね、若い時に言われていた世代ではあるんですよ。自分自身がね、使ってたわけじゃないんですけど、何でもかんでも可愛いって言うなって、ね、言われてた世代ではあるんですよね。何かを見た時に可愛いって言って、可愛い以外の表現があるだろうって、可愛いしか言わないとね、語彙力がなくなるぞっていう風にね、言われてた世代ではありますね。僕自身は使ってなかったですよ。まあ、世代によってね、いろいろありますよね。で
ね、まあこの作品がなぜこれだけの魅力を持つものになったのかっていうことをね、まあ振り返った時に、高橋さんはね、この作品のプロデューサーを務めた高橋さんはやっぱり近藤克也さんがね大きかったっていう風にね振り返ってましたね。まあ大きいですよね。まあ、近藤さんはねこの作品の原作小説の時から携わってた方で、原作のね挿絵を描いてたわけですよね。それでまあ文章のところから自分でまあビジュアルイメージを考えて、それをまた自分でアニメーション化したっていうところがあるので、近藤克也さんによってまあメインスタッフがね引っ張られていったっていう風に言ってましたね。キーマンは近藤克也さんだったって。あ、それでまあこのねビジュアルブックを作るにあたってもね、高橋さんはその鈴木さんからね、近藤克也を大事にしろよっていう風にね言われたって言ってました。でまあこの内容もね、近藤さんのあの挿絵が全部入ってますし、まあほぼね現存する限りのね近藤克也さんが描いた海が聞こえるのイラストは入ってます。で貴重なのがあって、この海が聞こえるをね作り終えて、まあこのね海チームが解散した時にね、克也さんがね望月監督にね色紙で武藤理香子のね絵を描いたのをねプレゼントしたらしいんですね。でその絵も入ってます。もう完全にね望月監督の私物ですよ。それがまあ収録されているので、それをね見るためにねこの本を買うだけの価値はあるっていう風に望月監督もおっしゃってました。まあ、興味のある方はぜひ買ってみてください。それでね、まあ印象深かったのが、まあ克也さんはこの作品を作る上で自分はね点を提出しただけっていう風に言ってたらしいんですね。それで点と点を線にしたのが望月監督っていう風にね。それだからまあいいチームだったんだろうなっていう風に思いますよね。望月監督だけだったらできないし、近藤克也さんだけでもできないっていうね、本当にこの時に偶然なのかもしれないけど、いいチームが揃ったんだなって。それでまあ結果的になんかこの作品っていうのは代表作みたいになってると思うんですけど、ファンから見たらそういう風に見えるんですけど、まあ、当時のねその制作者たちは代表作になると思って作ってるわけじゃないんですよね。もうこれが出発点とか、まあ、途中経過っていう感覚で始めてるわけですよね。まあ当時みんな若いですからね、30代前半かなみんな。でそういった感覚で作っていたからこそできた作品だっていうね、その振り返りがまたなんか感慨深いというか、そういうものなんだろうなっていうふうに思いますよね。みんなね代表作作るぞなんて言って代表作ができるっていうことはまあ少ないじゃないですか。宮崎監督の作品だってねそういったものはないですよね。宮崎監督は隣のトトロがまあ代表作、結果的に代表作になったと思うんですけど、あの隣のトトロだってね当時はそんな代表作作るっていう意気込みで作られた作品じゃないですよね。当時はヒットしてないし、だけどまあ結果的にねそうなるんだなっていうのが面白いなと思います。もう何しろね海が聞こえるっていうのはあれですよ、宮崎さんと鈴木さんがね当時若手に作品を作らせてみようっていうところから始まってアニメ化することになった作品ですからね。それで招集されたチームでわーっと勢いで作ってったっていうね、それがまあ結果的にねこの30年経っても愛される作品であるっていう、30年経ってからの方がむしろ注目を浴びてるんじゃないかっていうね、そういった作品になったわけですよね。あとこの作品っていうのはねカメラが固定されてフィックスで撮られてるっていうのが有名じゃないですか。カメラがねズームやパンをしないっていう、ラストにね1回するだけで、それ以外は全編フィックスっていうね、それが有名ですけど、このね作ってる当時ね高橋さんはねもっとカメラワーク使えばいいのにって思ってたらしいです。と思って、そうなのと思って、フィックスのその演出で行くっていうねチームで決めてたんじゃないのと思って。それからねこの作品のサウンドトラック手掛けたのが永田さんっていう方なんですけど、このね永田さんに頼むことになったのがねちょっと面白いというか、あそうだったんだっていうエピソードがあって、もともとね空色の種っていう中川理恵子さんのあの絵本をねアニメーション化した短編があるんですけど、それの音楽がね永田さんだったんですね。でそのつながりで永田さんに頼んだのかなと思ったんですね。そしたらそういうことではなくって、望月監督が手掛けてたグリーンウッドのねサントラをね永田さんがやってたらしいんですよ。それでまあ望月監督がこの方がいいなと思って、永田さんどうですかっていう風に提案したら、偶然空色の種と同じだったっていうね。それでまあこれは何かの縁だっていうことで海が聞こえるも永田さんになったらしいです。そんな偶然ってあるんですね。でね永田さんってね結構天才肌の方らしくて、
録音当日もね、楽譜ができてなかったらしいんですよ。それでね、収録前にね、楽譜を書いてたっていうね、そんなエピソードもね、話してました。それからもう一つね、そうだったのかと思った話がね、このね、エンディングなんですけど、このラスト、これですね、ラストこのシーンがあるじゃないですか。これでリカ子がお辞儀をして、このセルの絵からちょっとパステル調の絵に変わっていくじゃないですか。あれはまあハーモニーを使ってね、そういう表現をしてるんですけど、それでパステル調の絵になって、あの近藤克也さんが描いた小説の挿絵に切り替わりますよね。あれっていうのは、その小説のね、挿絵が水彩の絵だから、突然ねセルの絵から変わると、そのギャップが大きいから一回パステル調にして切り替えたのかと思ったんですね。そういう演出だと思ったんですね。まあ自然とそういう風に受け取るじゃないですか、見てたら。それがね、実は違ったらしいんですよ。望月監督がそういった狙いがあったわけではなくって、単純にその時にまあ終わりって言ったら、ハーモニーにしたらまあこれで締まるっていうね、これが終わりっぽいっていうエンディングのね、手法としてやってたらしいんですね。それでその後エンディングをね、どうするかっていうことで話して、まあ挿絵があるから挿絵を流そうっていうことになったらしいです。だからあれは後から決まったことだったんですね。偶然ね、だからそのパステル調の絵と挿絵がちょっとマッチするような絵柄で切り替わってったんですね。あれは絶対狙ってやったものだと思ったんですけど、あれも偶然だったとは思わなかったです。それからね、もう一つあったんですけど、このラストね、これって9月っていう設定なんですね。半袖ノースリーブを着たリカ子のこのラスト、これは9月っていう設定になったんですけど、近藤克也さんはね、12月でね、雪が積もってる時にね、やりたかったらしいですね。ラストはね、冬服のリカ子で雪が積もってる中での再会っていうのをちょっと考えてたらしいんですが、まあ、それだとこの最初とね、最後での時間が経ちすぎているので9月ということになったらしいです。まあ、冒頭が7月なんですね。冒頭のあのすれ違いになったところが7月で、だからまあ2ヶ月後の9月なんですが、12月にしてしまうとね、ちょっと半年ぐらい経っちゃうんで長すぎるっていうことだったんですね。まあとにかくね、劇場で見るとやっぱりいいなと思いますね。テレビで見てるのとやっぱり感覚が全然違っていて、特にねこの海が聞こえるっていう作品は、宮崎作品と高田作品ともね全然違うんですよね。カメラの置く位置が違いますよね。置く位置も違うし、カメラのね切り替わり方とかも全然違いますよね。パッパッパって切り替わったりするんですよね。フィックスでね固定されてるんですけど、全然それがまあ長く感じないっていうか、まあモブがね結構動いてたり、シーンの切り替わりがあったりで、制作時は大変だったんだろうなと思います。まあ、宮崎さんや高畑さんは僕は大好きですけど、まああのお二人じゃなくても名作はジブリで作れるっていうことをね、もう31年前に証明してたんですよね。宮崎さんと高畑さん以外でね作ったのは望月監督がね初めてでしたからね、この時ね。ナウシカ、ラピュタ、トトロ、ホタル、魔女の宅急便、思い出ポロポロ、紅の豚と来て海が聞こえるですからね。で最後にね、この編集された森ゆうきさんがね話してたのが、春にね上映してた時に、まあ、パンフレットやねガイドブックもなく、みんななんかチラシを持って帰っているんだなっていうのをね見て、それでまあ本を作らなきゃいけないなっていう風にね思ったらしいですね。もうその春の上映がなかったらね、この本はできてないですね。でまあ世の中っていうのは、まあ誰かが誰かに影響を与えているものなんだっていうね話をされていて、そうだなっていう風にね思いますね。まあ、僕もね禅宗とか仏教的なお話が好きなんでね、まあ、そういったね人は人から影響を受けるっていうね、誰かの影響を受けてるし自分も誰かに影響を与えているっていうね、そういった感覚を持って過ごすのは大事なことだなと思ってますね。人生はちょっとしたことで昨日と変わりうるっていうね、出会いによって変わるっていう、だからまあ今回はその春の上映が一つの出会いだったっていうところですよね。だからね、一つ一つのね推し活って大事だと思いますよ。その一つ一つがね、この海が聞こえるがね、この31年目にして盛り上がってるね要因なんじゃないかなと思いますね。31年目にしてこれだけ盛り上がってんですけど、この先も続いてほしいですね。来年以降もねどっかで上映してほしいし、まあ、この先ね大阪でもう一回ねあるらしいんですけど、この31年目だけじゃなくって来年からもね上映してトークイベントをやって、公開40年50年とね続けてってほしいですね。それからね、切実に願うのが、もう一回ね海が聞こえるのあの特典映像に入ってるメンバーで集まってトークイベントなり高知をね回るっていった、そういった企画をねやってほしいなと思いますね。あの特典映像にはね、望月監督と高橋のぞみプロデューサーと近藤克也さんと田中直也さんと丹羽恵子さんがね揃って高知のねロケ地をもう一回巡るっていうのやってたんですよね。ロケ地巡
巡りして最後にね退団してたんですけど、あれをねもう一回やってほしいなと思いますね。もうゼガヒでもやってほしい。今31年目なんで、まあ35年、もしくは40年だと結構遠いなと思うんですけど、何かの節目でね、まあ節目じゃなくてもいいんですけど、やってくれたらなっていうふうに思います。このね当時のファンからするとね、もう一回あのメンバーが集まってね作品作ってほしいなと思うんですけど、でもこの間のね一番最初にやったトークイベントの時に、海が聞こえるのね続編を作る気はないっていう風にね望月監督がおっしゃってたので、まあ、続編はまあないんだなとは思ったんですけど、続編じゃなくてもあの時のメンバーで何かジブリ作品を作ってほしいなと思いましたね。今後もねこの海が聞こえるのメンバーが集まるのをね期待していたいですね。そこの期待だけは持っていたい。はい、ということで今回はこんなところで、また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。